簡単にしていきたいと思いますので、24ページ、25ページのところですね。なので、必ず皆様の詳細ですね、施術の際に必要となってくる、こちらの一連の道具ですね、ワゴン内、テーブル内に揃えていただくようにお願いいたします。で、必ず施術の時セットで使っていただきたいのが、ワックス、オイル、クーリングジェル。こちらのモイスチャーシリーズの3点ですね。R ブローがオリジナルで開発した保湿力を高く、お肌の状態をこう綺麗に健康に美しく保っていただける商材になりますので、まあ、どれに対しても植物性の美容成分でしたりとか、あと保湿効果の高いものですね、入っておりますので、まあ、必ずこちらを施術時に使っていただきたいと思います。であとは、ワキシングするときに、もう2つ必要となってくるのが、ワキシングのスティックとペーパーですね。皆様、ペーパーはカットしていただいているもの、もうご準備お済みですか？はい、ありがとうございます。はい。サイズですね。小さく、はい、ありがとうございます。小さく切っていただいて、で、これを、ワキシングするときに使います。で、このウッドスティックの方も、ワックスをすくい取るとき、あと塗るときに、これを使っていきますので、これもですね、セットでご用意をしていただきます。で、その他、施術時にステンシルや、あとは毛抜きハサミですね。こちらも使っていきますので、ワキシングをして、その後、抜き残った部分は毛抜きを使って、一本ずつ抜いていく。あと、長い毛とか、あと毛が、ばらつきがある毛があったら、そこはハサミでカットをしていただくというふうに施術をしていきます。はい。では、次、施術工程の26ページのページですね。そこからご覧ください。はい。では、皆様にですね、ポイントをお伝えをさせていただいて、で、プラス動画を見ながら解説をしていきたいと思いますので、ちょっとまずはポイントを伝えますね。じゃあまず施術をするにあたっては、はじめにお客様にカウンセリングシート、あ、はい、タイガさんどうぞ。一回トイレ行ってきてもいいですか？あ、もちろんです。あ、皆様あとお手洗い行きたい方いらっしゃいますか？あ、はい、じゃあ一旦ちょっと5分間だけお手洗い休憩挟みましょうか。はい、じゃあ48分頃から。開始しましょう。じゃあ5分間、手洗い行きたい方、皆様それぞれで少し休憩なさって。